静岡と浜松の大体中間くらいにある駅、金谷よりこんにちは。本日は大井川鉄道に乗ります。実は、乗るのは人生3回目だったりします。4回目が叶うことを祈り、この動画を出させていただきます。まあそんなわけですので、改札を通りましょう。というわけで313系が止まる東海道線の横にあるホームにいます。止まっているのは大鉄16000系。近鉄で活躍している車両です。バリバリ昭和時代のおじいちゃん特急ですが、近鉄でも最近塗装を変え、高齢化社会の推進に貢献しています。大井川鉄道で使われている車両は1966年製。56歳です。驚くなかれ、115系と大体同期。あちらでは特急列車として、資本主義を盾に踏んぞり返っていますが、大井川鉄道ではなんと普通列車、運賃さえ払えば乗ることができます。太っ腹ですね。普通列車ですから、当然指定席などありません。全車自由席。自由が保障されているうちに座りたいので、早く乗り込みましょう。ちなみに、特急にしてはなんかおかしい点、この段階で気づきました？そうです。デッキがないのです。外したとかじゃなくて、デフォルトでありません。さすがにデッキレスの車両は、もう近鉄からは消えているようですが、元有料特急にしては、随分珍しい列車です。客車内は近鉄の面影を濃く残します。座り心地ですか？この座席にイチャモンつける方が難しいです。一応形はボックスシートになってはいますが、転換できるらしいです。まあ別に転換しなくたって快適です。マジの網だな、も。座席番号、もあります。もちろんカーテンもついています。最近は静岡より少し西の方でも、カーテンなし勢力がブイブイ言わし始めているそうですが、こちらはちゃんと1席ずつついてます。静岡の緑茶にこっそり半旗を翻してるから、なのかは知りませんが、ほうじ茶カラーです。ご丁寧にテーブルまで備わっています。まあこんなところにでっかノートパソコンを置いて、エクセル起動する人はいないと思いますが、軽食くらいだったら、なんとか置けそうな感じです。ちなみに今テーブルの上にあるのは、大井川周遊切符2日分と、スマホです。と、麦茶。この切符は、大井川鉄道の本線と井川線と、路線バスが乗り放題になる切符です。4900円と聞くと割高っぽい気はしますが、本線と井川線を乗り通せば、余裕で元が取れます。ちなみに3日間有効の切符もありますが、1日のみ有効の周遊切符はありません。あとこの周遊切符は、ハサミでパチリとした後こそあれど、硬券ではないです。普通の切符には硬券が使われているみたいです。学南電車もそうですが、硬券が今でも使われているところがノスタルジック。え？ IC カードですか？ノスタルジーの世界に IC カードが介入する余地はありません。いろいろ言っているうちに車内表示器が起動しました。いきなりブルースクリーンで少々不安ですが、余談ですが、近鉄側の16000系には、まだ車内表示器がついていません。その点では大鉄16000系の方が、ハイスペック説はあります。相変わらず車内表示器がしていいのかどうなのかって表示は続きますが、とりあえず乗っていきましょう。ドアは引き戸ではなく、今や絶滅危惧種の檻と、雪には滅法弱いですが、静岡で雪が降ることなんて稀です。というわけで金谷駅発車。次は新金谷駅です。岸武車体に鞭打って、大井川をぐんぐん北上していきます。お待たせいたしました。この電車は、千頭行き各駅停車のワンマン列車です。次は、新金谷です。じゃまずは軽く路線紹介。大井川鉄道本線は、静岡県島田市の金谷から、川根本町の千頭駅までを結ぶ、約40キロの路線。千頭駅がどの辺なのかしっくりこない？金谷駅から北に直線距離で約32キロです。井戸は沼津駅と同じくらい、大井川を路線名というか会社名に関している通り、車窓からは大井川を望むことができます。ここまで行ってみれなかったら面白いですが、面白くないですか？普通列車の使用車両は、今乗ってる16000系と、南海電鉄で、ズームカーとして活躍した21000系など、若造には負けないぞという意思で、それぞれ1編成、2編成が残存しています。16000系の方は3編成いましたが、部品取りや災害で、今は第3編成を残すのみ、21000系の方は2編成いますが、そちらはとっくの塔に還暦。もっとも、普通列車については、大鉄の平均車齢を下げている側です。平均車齢を上げている側は、SL です。新金谷駅止まりで金谷まで入線しないからか、東海道線から現代の事情を聞かないため、エコ車両が叫ばれている現代でも、何の慈悲もなく、二酸化炭素を排出してはいますが、観光路線という性質上、主に年季が入った戦前クラスの SL たちが、大鉄を支えています。ちなみに2014年からは、トーマス号が走るようになり、子供受けも良くなりました。余談ですが、これは4年前に普通
通列車の中から撮ったトーマス号。突然彫りの深い顔が車窓に現れたので、すげえびっくりしました。SL に革命が起きる一方、普通列車の輸送はおざなりになりがちでした。それで、大鉄は現在、新車両の導入を目論んでいます。車窓向こうにご注目。関西地方の方々には馴染みがあるかも？南海六線系がここにいます。この南海六線系ですが、輸送品質向上のため、大鉄での運行開始に向けて、2020年から準備が進む車両。ちなみに同じ目的で、ここ10年で大鉄に入ってきた車両があります。それが7200系という車両。愛知県の豊橋鉄道でも乗れます。大鉄のものは東急から川田観光電鉄線2乗と、からの、大鉄にやってきた異端児です。いずれもロングシートですが、座席数はやや増えるので、輸送品質は向上されるかも。鉄道ファン的にも、年季の入った車両はロングしてるんじゃないですか？ちなみにロングは動詞で使う場合、滅亡する、って意味になります。まあそんな大井川鉄道は、80年選手の SL や60年選手の普通列車とともに、ローカル施設の青春ときめく路線です。本線だけ乗っても面白いのでぜひ。とはいえ線図まで来たら、井川線も乗らにゃそんな気はしますが、さて次は大環境。金谷から数えて2駅目です。トータル20駅あるのに、このペースで動画終わるでしょうか。それはそうと、今でこそ観光路線になっている大井川鉄道ですが、大井川鉄道はもともとは、森林開発に加え、ここら一帯の電源開発を目的としていました。電源開発というと大規模に聞こえはしますが、水力発電のことです。水力発電になんで鉄道がいるのかっていうと、開発に膨大な資材を運ぶのに必要だからです。船で行くにしても、片道4日かかるし、船籍あっても足りないしで、大正時代に大名行列でもすんのかって見通しになりました。資金集めには苦労したものの、そうして1925年に大井川鉄道が創立。金谷側から少しずつ線路を伸ばしていく形で、1933年に金谷から千頭駅までが全通します。もともとは静岡から千頭駅までって計画だったんですが、無理だな、ガハハ。ってことで、島田からに軌道修正。その後地形を見つめ直した結果、金谷からになりました。ともかく、大井川鉄道開通のおかげで、川沿いには発電所やダムがぼこすか立つようになります。ちなみに、千頭よりもっと北の、饒舌過疎山の中を走る、大井川鉄道の井川線の方は、もともとは中部電力が持っていたものを引き継いだものです。そこからも、大井川鉄道と電力は、とっても切り離せぬ関係と言えるかもしれません。もちろん、鉄道で革命が起きたのは、電源開発だけではありません。テレビもねえ、ラジオもねえ、車が走れる道などねえ、な大井川流域に、鉄道という貴重な交通手段が加わった。というのは、言うまでもないでしょうか。ダム建設が一通り終わった後も、大鉄は成長を続け、1949年には念願の天下を遂げます。しかし、おらこんな村は嫌だー、東京へ出るーだーという流れは断ち切れませんでした。沿線人口はどんどん減り、大鉄にも遠くから廃線の足音が聞こえてきます。そこで、大井川沿いを走るという唯一無二のアドバンテージを生かし、今のような観光路線へ、やがて本線で SL が復活運転して、全国にその名を轟かせることになるのは、1976年のこと。車両の面でも面白い、大井川鉄道ですが、次は、合格です。そのアプローチは車両にとどまらず、駅名までに及びます。もともとは5回駅だったのを解消して、2020年11月21日に、合格駅にしちゃいました。これ以上なく縁起がいい駅名です。でも合格から程遠い実力の状態でこの駅行くと、なんというか、全部屋になって失神しそうです。もっとも、5回駅を合格にかけるのは、大井川鉄道が始めたことではありません。チーム面白5回駅っていう、町おこしのグループが言い出したことです。ちなみにこの次の駅もまた面白くって、その駅名が、角で、在校生が卒業生に対して、無理やり言わされる単語として有名ですが、この角で駅は、大井川鉄道の最新駅にして重要駅です。というのも駅前には、角で、大井川、施設がございまして、これはテーマパークと道の駅を合わせたものです。言ってみればハイウェイオアシスが近いでしょうか。大井川付近の魅力を最大限伝えるそのスポット。そこへのアクセス手段として、大鉄が使われてます。なお運営は JA 大井川です。大鉄はあくまで新駅という形で関わってます。ところで、せっかく縁起のいい駅名が2つも連続しているとなると、いい切符を出したくなります。それで、金谷と角での間が乗り放題な、合格祈願周遊切符が売られています。大鉄らしく、普通に駅往復するより安いです。付近には新東名の島田金谷インターもあり、やーやー客取り合戦だとなってますが、合格への切符、欲しいですか？欲しいですよね。なら鉄道で行きましょう。合格への近道を求めるなら新東名ですが、各々の道をたどりそうな地面してる角で駅を、決められたレールの上しか走れない電車が出発、そして次の上尾駅までの間に、雄大な大井川が見えてきます。大鉄は、そんな大井川の絶景を有効活用した観光路線としての活躍で、人
元まず名は知られていますが、2010年代の初頭は波乱の中にありました。というのも昔、大井川鉄道は名鉄グループの管理下にありました。別に東海道線と地胸の争いをしない平和な世界線の名鉄です。というか、半ば沈没しかけていて、争う以前の問題でした。高速バス運転手への運転時間の制約が厳しくなり、東京からの日帰り SL ツアーが困難になったのもあり、大鉄は当時スーパー赤字で、2014年には本線の列車が9往復しかなくなるほど、明日のことはとても考えられる状況にない、っていうレベルの経営状況でした。そこで、大鉄は事業再生支援を申し込みます。その時に手を挙げたのが、なんと北海道のホテル会社、セクリプス日高って会社です。ともかくスポンサーが見つかると、名鉄はその会社にバトンを渡します。鉄道経営は処女状態だったのですが、この経営の仕方がなかなかうまく、ローカル線にしては珍しいことに、2010年代の後半は黒字が続きました。しかし、本数が回復したとはいえ、相変わらずメインは観光路線です。2020年には何があったでしょう、って、もう言わなくてもわかりますか。そうしたごたごたで、大井川鉄道では2020年の5月、一時的に地獄レベルの大減便を行いました。当時、運行本数は上下計30本だったのですが、どのくらいに減ったと思います？ 15 本。まだまだです。マイナス5プラス2愛？バグらせないでください。答えは朝の3本。これには休校なども絡みました。もちろん減便は一時的なものでしたが、とにかく、地域輸送の柱もありますが、大鉄は主に観光で成り立ってます。神尾駅に佇む、たぬき村の住民も、わかってることでしょう。次は服用。とりわけ被害を受けたのは、神尾からこの服用までの区間です。原因は、採石場の跡地から土砂が流入したことによります。とにもかくにも今や、大井川鉄道の復旧を願うばかりです。川根田の茶畑を横目に、電車はどんどん北上します。ところで茶畑にポツポツ見える扇風機は、放送ファンといい、お茶が下で凍るのを防ぐもの。霜を吹き飛ばすのではなく、扇風機付近に溜まっている、微妙に暖かい空気を送るため、暖かい空気の層の方は逆転層っていうのですが、この逆転層の空気を下にえいってやることで、ナノ凍結を防いでいるのだとか、暖かい空気の力って偉大ですね。茶畑でも、SNS でも、職場とか求人募集が、暖かい空気とか言い出すのは信用しない方がいいですか。今気づいたんですが、この大鉄16000系って、ドア上にランプがあるんですが、ドアが開いている側のランプが光る仕様なんですね。へえ。これ、7、8駅乗った今になって気づいたことなので、実用性はあんまり、そうですが。さてさて次は和田。同じ静岡県の浜松市の方には、リトルナ方の和田駅がありますね。あちらは秘境駅ランキング3位です。すごい。で、2位も静岡県にあります。しかも大井川鉄道の路線、井川線の大森って駅なんですが、そちらは後日動画にします。待っててくださいね。なお3位も2位も、車でアクセスすることはできません。車でアクセスできない指折りの秘境駅が、堂々と、いる、静岡県。東海道線の静岡地区が大陸と揶揄されるように、静岡はある意味、第二の試される大地かも。次の停車駅は家山。SL 停車駅でもあり、朝一往復はここ発着の便がある、主要駅。大鉄基準の主要駅ってのもそうですが、映画基準でも主要駅だったりします。具体的には、ぼっぽや、男はつらいよ、など、映画やドラマのロケ地になったとか、漁港で人々を煽る現代メディアとは異なり、漁港でも人々を楽しませる映画。その縁の下で、家山駅がローカル駅ながらも娯楽を支えてきたというと、ちょこっと感慨深いですね。座席のリクライニングを模索しています。ここをぐいってやると、少し座席が倒れるそう。まあ角度は深くはないですが、そこらの普通列車はまずリクライニングしないので、これでも確実に破格の座席です。機構が取り外されてないのは、割とすごいかもしれない。で、主要駅で駅員が時間限定でいるからか、嬉しいことに全ドアから降りられます。挿絵が可愛い。トーマスで思い出したんですが、トーマス号の実写の実写は、アジア圏では大井川鉄道が初めてとのこと。トーマスの世界観を演出するイベント、Day Out with Thomas も、現状アジア唯一、全国どころか世界的に珍しい、子供受けするタイプの迫力です。しかしトーマスも大変ですね。日本まではるばる遊びに来たのに働かされて。ところでこのフレーズ、平成19年に大井川の清流を守る研究協議会が出した用語なんですが、今では皮肉にも別の意味で捉えられてしまいそうな気がします。なんて言ってたら、対向列車が来ていました。南海2万、線形ですね。分け合って後であっちにも乗ります。お楽しみに。さて次はぬくり駅。向こうには寸円橋が見えてきました。名の通り、旧国名でいう駿河と東東院の境界に架かる橋。大井川は上流を除き、駿河国と東東院国の境界になってます。
昔は川越しも大変でしたから、ここで区切るのも無理はないです。ちなみに、昔でこそコスに越されぬ大井川でしたが、大井川鉄道本線は当たり前の顔して、4回ほど大井川をまたぎます。次のぬくりを過ぎたあたりで1回、線付け前で3回。この次のぬくりで越えるということは、今度は車窓左側に大井川が見えるということになります。どっち側の席に座っても楽しめるあたりが、さすがの路線です。これこそあれですか、ベンサムが言った、最大多数の最大幸福ですっけ。ぬっくりしていってね。次が川根温泉笹窓。長い駅名ですが、川根温泉は諸施設、笹窓はここの地名です。この駅も大鉄を語る上では割とキーになってます。というのも向こうにある建造物。あれは川根温泉ホテルというのですが、あれは島田市が開業させ、後に大井川鉄道が運営するようになったホテルで、大井川第一橋梁の近くにあることもあり、SL が見える宿、として知られています。見えると言ってもあんぐらい離れてます。ランドルと缶持って、わー、ってやりたくなる、絶妙な離れ具合です。あ、大井川鉄道は先ほども話した通り、ホテル会社の傘下にあるので、鉄道会社にしては珍しい形で、二刀流が本領発揮してます。ご当地グルメも、エクリプス日高はちゃっかり天神屋も買収しましたので、いろいろ密接に連携しているあたり、これぞ鉄の三角形かも、鉄道だけに。ちなみにさっき映ってた公民館みたいな施設は、川根温泉ふれあいの泉です。あちらもまた温泉と SL を組み合わせた施設ですが、そっちはホテルではなく、道の駅です。ゆったりとした空間に相反して、ビジネスチャンスの争いが生まれています。というわけで川根温泉笹窓到着。煙たがられる、という単語などなかったかのように、SL を支持する声が多数上がっています。次の駅名、読み上げソフトは正しく読んでくれるでしょうか？次は地名駅です。おうおう、ちゃんと読めてる。で、次の地名駅を出たところが、ちょっとした面白ポイントなので、そこまでカット。何も考えずカットとか言ってたら、動画素材3つがボツになりました。で、面白ポイントってなんじゃらほいと言いますと、これ、日本一短いトンネル。というのもこの地名駅付近と、ここから少しだけ南東にある藤枝の間には、発電所の資材運搬のために作動、簡易的なロープウェイみたいなのがあって、そこから荷物が落ちて鉄道に影響を与えたらヤバす、って理由で作られたものです。長さは11メートル、高さは5メートル、とかいろいろ言いましたが、百聞は一見にしかず、とりあえず通ってみましょう。はい。さっきのが日本一短いトンネルと言われているやつです。なんですが、実際は勝手にそう言ってるだけです。日本一短いトンネルは現状、呉線にある川尻トンネルで、そちらが 8.7 メートル。なんならあれ、実際はトンネルとは似て非なる、土木建造物という見方すらあります。そんなわけで、日本一短くもないし、なんならトンネルですらない、不思議な存在でした。列車は塩郷駅を発車。先ほどの塩郷駅は、川も県道も大鉄もまたぐ、大井川一長い吊り橋。塩郷の吊り橋、の最寄り、長さにして220メートル、定員はわずか10人。階段を降りる時でさえ、歩きスマホで忙しい都会人も、この時ばかりはスマホを取り出すのがためらわれる。海事の鉄骨渡りのごとき、非常にスリリングな吊り橋です。そんな吊り橋を左手にした後、下泉に泊まり、次の停車駅が田の口。もうここまで来ると、完成な駅が続くようになります。次は、駿河徳山です。次は駿河徳山。先ほど述べた通り、大井川が急国境になっている点、この駅は大井川より東にあります。あとこの駅付近には道の駅、大根中川根社名館があります。先ほどの角で大井川とは打って変わって、こちらは名の通り、川根社にほとんど全振りしたみたいな施設。駅直結ではない分少し歩きますが、どうせなら静岡茶を満喫したい場合なんかにはぜひ。団子より花派の皆様は、駿河徳山に来たら、しだれ桜でも見に行ってみてくださいませ。そして青部駅へ。この近辺にも吊り橋があったのですが、悲しきかな、通れなくなってます。取り壊されることも考えられたそうですが、住民の反対で、今も残ってます。次は崎平。その次が千頭駅です。このシートを堪能できるのもあとわずか。そんなわけで大井川を渡ります。これで2回目。湧き水を、水の流れを、清水、と呼び、そこから名が付けられたとされる大井川は、中流付近まで来ても、その流れ方は雄大です。無理やり自然を従えるべく建てられた人工物、ダムのおかげですごく見えますが、大井川を渡るワクワク感は、現代人にも受け継がれています。実際に大井川を沈めているダムの存在は、井川線の動画で見ていきましょう。なんて予告。センズです。はい、次が終点センズ。地名の由来は、狭い、ところ、が転じたものとか言われています。これは全くの余談なんですが、今までに見たことがないタイプの英語の終点駅案内表記です。大井川第三橋梁を渡りまして、これで3回目。ほどなくして大井川第四橋梁へ。
ので、向こうの赤い橋の手前には、実は歩行者、自転車専用の橋がございまして、自動車の邪魔が入らない、大自然の中の鉄道博物館です。でも道幅は広くはないので、がっちり撮るのは河原でやった方が良さそう。向こうには井川線の車両が、この後はあれに乗り継ぐ予定です。そしてトーマス色に染まっている千頭駅、顔が広いトーマスの仲間たちも、笑顔でお出迎えしてくれました。ゆっくり入線してるので、にゅーって現れてる感じで、ちょい怖い。終点千頭に到着。ですが、最後に確認したいことがあるので、少し車内へ。なるほど、トイレ、ありません。事前に金谷河川図で、いろいろ済ませましょう。海抜は約300メートルの壁地、やれ桜エビがうなぎだで騒いでいる、道県であるはずの海とはほとんど縁がない山間部です。で、この電車は折り返して、大阪阿部の橋道になるそうなりません。金谷行きじゃないよって嘘ついたので、威嚇されました。そんなわけで本日は大井川鉄道本線に乗りました。多種多様な車両たちが走る大鉄はまさしく、今を生きる名列車博物館。なので、静岡地区にゴリゴリした方は、漏れなく訪れましょう。終わります。とっておきの場所を見つけに、これから井川線に乗ります。場所が待ってても電車は待ってはくれません。早く乗り込みましょう。12時29分になりました。そろそろ発車ですね。おや、なんか様子が。大井川鉄道井川線。本日、この先の線路内にて電車の車両故障が発生いたしました。その影響により、本日遅れてでの運行予定でしたこの列車ですが、運休となります。ある意味ラッキーと思い、駿河徳山まで戻り、近くのミニストップでスケロ崩し調達してきました。あ、今乗ってる車両は2万、線形で、南海ズームカーとして運行した車両。転換クロスシートは備わっていますが、座面も低めで少々へたっていて、座り心地はそんなに。ま、人間でもそろそろ定年退職だぞってぐらい働いている車両なので、妥当かも。それに、座席の座り心地以上に、こうしたレトロ感がたまらないのです。今度こそ終わります。